住民の無理解や県知事の圧力をものともせず新井は一人でも多くの県民を救うべく疎開推進に奮闘した伊勢正臣の国際派日本人養成講座第1345回米軍侵攻から沖縄県民を守れ沖縄県警察部長新井泰造の奮闘1私と父との最後の別れ昭和19年 1944年7月17日沖縄の那覇空港を旧式の軍の輸送機がよろよろと飛び立っていきました搭乗者の中には郷里の栃木県に戻る新井泰蔵警察部長の妻子がいました当時小学生だった長男新井範雄氏は半世紀後に出版された「戦友の県庁」でその時の光景をこう記しています「私には真夏の太陽が照りつける飛行場でただ一人」 真っ白い警察官の制服を着けた父がいつまでもいつまでも白い帽子を振って見送っていたのが昨日のことのように思い出されるそれが私と父との最後の別れであったこの10日前沖縄軍司令官から米軍侵攻に備えて労羊婦女子を本土や台湾に疎開させるという意見具心があり閣議で了承されました沖縄県民の県外疎開は食料事情と県民保護の2つの点で必要でした 食料に関しては沖縄県の米の3分の2は台湾や他県からの輸入であったので米軍が政界権を握って食料輸入が閉ざされれば深刻な食料不足に陥りますまた沖縄が戦場になる可能性が高くその場合は住民が戦闘の巻き添えになってしまいます軍の任務は侵攻してくる米軍との戦い住民の保護は警察の役割です沖縄県の警察を統括する警察部長 新井大蔵の総研に60万県民をいかに守るか、という責務がかかっていました。しかし、当時は米軍の影も形も見えない中で、県民たちも疎開には動こうとしません。そこで新井は警察官や県庁職員の家族を率先疎開させることにしました。新井の家族が帰っていったのは、そのためでした。この時から1年近く、新井と沖縄の警察官、県庁職員による、1人でも多くの県民を救うための奮闘が始まります。 その結果、県外への疎開8万人、沖縄本島北部への疎開15万人強と合計20数万人が救われました。荒井大蔵については、メルマガ国際派日本人養成講座651回、652回の沖縄県民20万人を救った二人の島森、上下で島田明知事とともに紹介しましたが、今回は荒井大蔵に焦点を当てて、もう少し詳しく見てみましょう。 警察官は住民のために働くとという誇りと信念。荒井は明治32年1900年9月栃木県清原村現宇都宮市の農家の次男として生まれました父を早く亡くしましたが母と兄に育てられ宇都宮中学高千穂高等商業学校を卒業して上京し警視庁巡査となりました大変な努力家で巡査の仕事をしながら明治大学の夜間部で学び 卒業と同時に文官高等試験に合格して内務省に採用されましたその後都内の警察署長満州ハルビンや新京法天の警察部長などを歴任し昭和18年1943年7月に沖縄県警察部長に着任しました当時本土の官僚の中には遠い沖縄への赴任は貧乏くじという認識がありましたまして、米軍が攻勢に出れば、 戦場になるのはまずは沖縄だという不安も持たげていましたそんな中で新井は快く沖縄への赴任をしましたもう生きて帰れないかもしれないという思いは心のどこかにあったでしょうそれでも現地での新井の真摯な執務態度と裏表のない人柄は沖縄の警察官たちにも好感を持って迎えられました警察官という職務に誇りを持っていた新井はどこに赴任しようとそこの住民のために働くという信念を持っていました 3疎開に動かない県民たち住民を戦闘から守るためには疎開しかないと新井も考えており軍の発議による閣議決定は待ってましたという心境だったでしょう7月末に警察部内に疎開促進のために特別援護室を設置しさらに新井自身が陣頭指揮を執りましたしかし県民たちは動きません大黒柱の父や息子だけを残して女や老齢者 子どもたちだけが未知の土地に行ってどのように生きればいいのか今本土はどこでも食糧事情は悪いそこに疎開して歓迎されると思っているのか軍は沖縄こそ次の決戦場とみて10万もの将兵を送り込んできました銃を肩に将兵が行進する様を住民たちは道の両側に並んで日の丸の小旗を振りつつ大歓声で迎えました住民は誰一人、 これほど大勢の兵隊たちを見たことはありませんこんなにたくさんの兵隊さんが来てくれた今度は本気で沖縄をアメリカ軍から守ろうとしているこれなら一兵たりとも敵を入れないぞという期待を住民たちが抱いたのも当然でしたその住民たちに疎開を解くのは何時でした 4. 県外疎開のための警察官たちの奮闘住民たちの疎開機運を醸成すべく 新井はまず警察官や県県庁職員たた。ちの家族を県外にに疎開させることししました新井は警察署長会議でこう訓示しました激戦のただ中で妻子を残して職務を全うすることは難しい孝庫の憂いなく任務の遂行に停身するためにはまず家族を安全なところに疎開させなければならないたとえ強度を守るために屍をさらすとも家族さえ無事であれば骨は拾ってくれるこの真剣な重大局面を考えて 思いい切っててを疎開させてもらいたい。たとえ強度を守るために屍を晒すともという新井の覚悟を込めた一言に警察署長たちは身の震える思いをしましたその反を示すために新井の家族が那覇を引き上げたのです疎開の第一線が那覇港を出発したのは7月21日主な乗員は警察官と県庁職員の家族たちで752人でしたこれが県民の注意を引き また各地の警察署が集会を開いて疎開の趣旨を説いたため県民たちもようやく真剣に考えるようになり乗船申込者が殺到するようになりました疎開の支援のために警察官は懸命に働きました一隻の船には1,000人規模の老養婦女子が乗船します照りつける布団で汗とホコにまみれながら病人を背負いあるいは荷物を担ぎ幼い子供たちの手を引いてタラップを登りました そんな中で8月22日に長崎に向けて航行していた疎開船津島丸が米潜水艦の魚雷攻撃を受けて撃沈したという痛ましい事件がありました民間人と学童1600名余りのほとんどが犠牲になりました軍部からの強い要請で津島丸遭難のニュースは極秘とされましたが誰からも無事に着いたという知らせがないので那覇に残った家族が騒ぎ始めました避難は顕著に集中しました崎。 特別援護室長はこう書き残しています。津島丸事件以来荒井警察部長が疎開のことで一言も促さないのは私たちの心境を察し立場に同情しているからだろうがそれだけにお互いは責任を自覚しなければならないこの上はつし丸犠牲者の屍を乗り越え勇気を振るって疎開を推進しようではないかこうして本土への疎開は続けられ結局 昭和19年、1944年7月から翌年3月までに、187隻の疎開船が出航しましたが、犠牲となったのは津島丸だけでした。疎開した県民は約7万人に達しました。5. 引き上げ者10万人とは、一体誰の命令だ。このように荒い部長以下、県民の疎開に奮闘している最中に、疎開の先頭に立つべき県知事は足を引っ張りました。 新井の上司である県知事は本土に出張ばかりしていて久しぶりに沖縄に戻ると新聞記者に公的には言えないが疎開は必要ないと思うと漏らし県議会でもこれに同調する動きが高まりました新井の疎開推進は独断専用であり疎開は警察の圧力で進めていると非難が高まりました疎開を懸命に進めていた浦崎室長が知事に呼び出されました浦崎市の手記では次のように記されています指示は 君らは引き上げを10万人などと言っているそうだが、それは一体誰の命令だ僕はそのようなことを諸君に命じた覚えはないがその10万人というのは長官ご承知のように政府の示したものでと説明したそんな数字は僕は知らん知事は剣もほろろである長官がご承知ないとは私は言葉が続かなかったこの後で。 浦崎室長が政府からの疎開通達文書に知事の委員が押してあるのを見せると知事は「もうお前には用はない」という顔をしたそうです住民保護に関する重要なしかも政府からの通達文書を忘れているとはこの知事が住民の安全など念頭になかったことをうかがわせますしかし新井はこんなことにくじける人ではありませんでした浦崎室長はこう記しています新井警察部長が直属長官の権威に屈することなく またそれゆえに不快な思いをしながらも県民のために勇敢に諸置を貫き引き揚げの難事業を進展させたのは実にあっぱれであった6臆病知事昭和19年1944年10月10日早朝から沖縄全域に米軍の無差別空襲が行われました攻撃は断続的に夕方まで続き飛行場や港湾などの軍事施設だけでなく 民民間施設や民家ままで無差別爆撃が行われました軍人民間人合わせて少なくとも千数百人が死傷民間船舶を含む約200隻の船が沈められました知事は感謝の防空壕にこもったまま出てきません新井がわざわざ出向いて「ここから出て知事としての職務を果たしてください」と懇願しました爆弾で防空壕が揺れると「ひいと悲鳴を上げ「君に任せる」という声がようやく帰ってくる始末でした の焼夷弾攻撃で那覇の市街は炎と黒煙で空が見えなくなっています新井は警察官や消防団員を招集し消火班、救護班、住民避難の先導班と分けて住民保護を最優先して職務に当たるよう命じましたさらに空爆の合間を縫って車で警察官や消防団員を鼓舞して市内を回りましたがその間に敵戦闘機の機銃走射を受けて九死に一生を得ました空襲が収まると 知事は那覇から1 2キロも北東の普天間に逃げてしまいました県庁舎は焼け残っている速やかに戻って知事として戦災と行政機能の回復のため銭湯に立ってほしいとのあらいらの要請を無視してそこを県庁の仮事務所とする「け達を独断で出してしまいました新井はそんな「け達は無視して那覇に残って住民救護や避難誘導の仕事を続けました荒井以下全警察官の目覚ましい活躍は 県民や軍部を感激させ絶大の信頼を集めました第32軍も逃げ回っている知事は相手にならないと以後新井と接衝するようになりました新井は事実上県政の最高責任者となり疎開の陣頭指揮食料増産と防空壕建設軍との接衝と一人三役の獅分奮陣の働きを続けます一方逃げ回っている知事の動きは県民たちにも知られ シカボー知事というあだ名が付けられました「鹿坊」とは沖縄方言で「臆病」という意味です知事はしょっちゅう上京しては沖縄県からの脱出を図ろうと各方面に根回しをしていましたそして翌年1月12日内務省からの人事異動の発表がなされ香川県知事に横滑りしました前年12月23日に県内疎開に関して政府と協議するという名目で上京しており そのままま沖縄には戻りませんでした後任の知事としてやってきたのが大阪府の内政部長だった島田明でした何人もが断った後あえてこれから戦場になる沖縄に骨をうずめる覚悟でやってきたのです7島田明新井泰造の終焉の地碑島田知事は県知事として新井の活動を後押ししてくれました一人三役で奮闘していた新井も 島田知事の着任後は随分精神的に楽になったと思うとは戦後ある沖縄県会議員の言葉です島田の着任数日後第32軍の長勇参謀長が県庁にやってきました長は県には北部山岳地帯への住民疎開と6か月分の食料確保をお願いしたいと言いました島田は新井の顔をちらりと見ましたこの2つはまさに新井が今まで進めてきて島田が賛同した施策でしたすでに政界権が奪われて 県外疎開ができない状態では、住民を先頭に巻き込むのを防ぐためには、沖縄本島の北部山岳地帯に行かせるしかなかったのです。住民が北部山岳地帯に逃れれば、当然、米軍の手に落ちます。これは当時、叫ばれていた1億玉砕に反する決断でしたが、サイパンでは在留邦人の多くが軍と共に悲惨な最後を遂げたのを、沖縄では何としても防ぎたい、という軍の考えでした。以後、島田と新井の指揮のもと。 住民の北部疎開が大車輪で進められて結局15万人以上が避難しました島田と新井は最後は軍とともに本島最南端の真部にの丘まで行きそこで自決したようですそこには現在100以上の慰霊碑や慰霊塔が建てられています現地に慰霊に訪れた栃木県の薄井陽子さんはその時の体験を次のように記されています小高い丘に島田明荒井大蔵の終焉の地秘が 天に届かかんばりりの高さで立っております今の平和な沖縄を天から見ている感がし胸熱く涙の出る思いで合唱し2人の尊い平和への思いにお祈りしました激戦地沖縄の人たちの尊い命を救った2人は今美しい海爽やかな風青々とした木々に囲まれ沖縄文化を伝承している島民の姿をマブニの丘から見ていることでしょう。 視聴ありがとうございました画面下の「いいね」ボタンを押していただけると制作の励みになりますチャンネル登録もよろしくお願いいたします